皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。問題です。敵のアーマーが100%回復してる。まあ体力が200あるわけですね。敵の体力が200。で、自分の体力はほぼ100の状態です。自分のアーマーが割れてて、敵のアーマーは割れてない。っていう状態で、この状態で勝つ方法っていうのがあります。それは何でしょうか？どうすればこの敵に勝てるでしょうか？初心者の方によくありがちなんですけど、この状態で勝つ方法、それは、エイム力。めちゃくちゃいいエイム力。そして立ち回りで打ち勝つことっていう結論をつけちゃう人が、初心者の方に結構多いんですけど、この状態で勝つ方法は、わかりやすくて、回復することですね。逃げて、絶対敵の弾が当たらないところで、回復することです。それが勝つ方法です。お互いの体力をイーブン、もしくは自分が有利な状況にしなきゃいけないので、戦える中でいかに回復するかっていうのがこのゲームが大事になってきます。もっとシンプルに言うと、アーマーが自分が割れてる状態で基本的には戦わないことですね。このゲームは体力回復が最優先です。回復最優先。これ覚えておいてください。ですので、こういう状況になったら、まあ、レイスだったらレイスの虚空使って、遮蔽物の裏に行って、で、回復です。回復最優先。まあ、ただ、回復が100%通る場所で回復してください。回復最優先なんですけど、例えば、まあ、こことかですね。ここで回復するかどうかって言われたら、しない方がいいです。敵にとって回復の音っていうのは聞こえるので、ここで詰めて、来られたらやられますよね。回復最優先。ただし、回復は100%できる場所で行うこと。まあ、あまり離れすぎない場所、かつ、絶対に回復できる場所で回復してください。それが打ち勝つ方法です。今、この状態で、まあ、お互い、じゃあ、エイム力が一緒だとします。この赤、ダミー人形と、自分が、エイム力が同じ状態だとします。どっちが勝つと思いますか？絶対自分負けますよね。理由は白アーマーだからなんですよね。まあ、これが、お互い紫アーマーだったらまだわかんないですよね。ということで、敵のアーマーが何色であるかっていうのは、このゲームは撃てばわかります。今ちょっと出ないですけど、紫アーマー着てたら紫アーマーの表示が出ます。ですので、パターン化していって、自分は、敵よりアーマーが強いっていう状態だったら、勝てますよね。じゃんけんと一緒で。で、敵のアーマーが自分より強かったら、まあ負けますよね。だから無理な戦いはしない。ことにもできますよね。ただ、打ち合いに勝とうとするんじゃなくて、どういう条件なのかっていうのを考えなければなりません。次に、打ち勝つ方法としては、先日の動画でも紹介したんですけど、遮蔽物をうまく使うことですね。例えばこういう状況だとして、相手は遮蔽物が、まあ、ないところで戦ってますよね。で、自分は遮蔽物に密着して戦ってるって状態だったら、例えばマスティフだったら、撃って隠れて、撃って隠れて、撃って隠れてってすれば、遮蔽物を最大限活かすことができますし、この連射力の遅さ、次に弾が出るまでの時間、安全に、身を守ることができます。だから、ちょっと隠れたら、ちょっと横に移動したら、遮蔽物に隠れられるっていう状態を常に作って戦うっていうのが大事になってきます。で、それから、高い方が有利っていうのは聞いたことあると思います。高い方にいる方が優先権を、取ることができます。言ったらこれ遮蔽物なんです、高さっていうのが。だから自分がどのタイミングで、顔を出すかっていうのを調整できます。例えば、1、2、3秒待って顔を出す。で、隠れて、1秒待って顔を出す。で、次はすぐ顔を出す。みたいな、自分で顔を出すタイミングを調整できるわけですね。下から見た状態だと、敵がいつ顔を出してくるかはわかりません。で、かつ、自分が顔を出すタイミングっていうのは調整できません。つまり、主導権を完全に奪われてる状態なんですね。
なので、上にいる人は主導権が自分にあるっていうのをしっかり意識を持って、で、こう駆け引きするわけですね。顔を出すタイミング、顔を出す頻度っていうのを調整する。で、それから顔を出す、方向ですね。右から、左から、上から、ちょっと横から、みたいな。調整できるわけですね。高い方が。なので、高さイズパワーということで、高所をできる限り取るようにしましょう。高い場所が強いっていうのはご存知の方も多いと思うんですけど、例えば目の前にこういう遮蔽物があったとします。で、敵がここにいるとします。で、お互いこうやって読み合いをするわけなんですけど、こういう目の前に、なんだろう、車両だったりとか、こういう岩だったりとかある場合は、絶対に相手よりも先にこれに登ることが大事です。っていうのも、先ほど説明した通り、高い位置の方が有利。単純に有利っていうのがありますし、敵視点で考えると分かりやすいんですけど、ここで読み合いをしてる最中に、急に上から現れたら、これ時間かかるわけですよ。上を向くまでに。だから、とっさに反応できないんですね。なので、基本的に遮蔽物があったらもうすぐ先に登る。逆に言うと、登られちゃうと、二箇所見なきゃいけない。ここも見なきゃいけないし、ここも見なきゃいけないわけですよ、ね。けど自分は、ここを見るだけでいいです。上から、主導権を持った上で、こう、余裕を持って戦うことができます。なので、上に登られないためにも自分が先に登るっていうのがあります。で、もう一つ、高いところを取っていると、有利な点っていうのがありまして、これ、わかりますかね？銃構えます。登ります。登ってる最中には、もう無防備な状態になっちゃうわけですね。自分が上にいて、敵が登ってきてたら、その登ってくるところをこうでバーって撃てばいいだけなんですよ。無防備な状態なんで。敵が上にいる状態で、登る時間っていうのは無防備な状態になってしまうので、なので敵が上にいるときは登っちゃいけないんですよね。ってことは逆に言うと、先に登ったもん勝ちなんですよ。先に登ったら相手は登れないっていう、選択肢を奪うことにもなるので、絶対に目の前に遮蔽物があるときはすぐ登りましょう。で、それから結構当たり前といえば当たり前のことなんですけど、撃ちます。で、リロードしますよね。で、リロードしながらこうやって敵の状態を見る人がいるんですけど、リロード中は絶対に顔を完全に隠した状態でリロードしなきゃいけません。銃の撃ち合い、まあ、FPS のゲームにおいて最大の隙っていうのはリロードの時間なんですよね。この時間って何もできないわけですよ。だから相手からしたら撃ち放題なわけですよね。ですので、リロードをするときは完全に遮蔽物の裏に隠れて、リロードが終わったら覗いていいです。けど、リロード中は覗いちゃいけません。何もできない状態なので。相手の位置が気になるのは確かにそうなんですけど、リロード中は絶対に顔を出さない。そこでダメージを食らってしまったら、もう完全にそこから不利になります。体力差をつけられると不利なので、いかに火ダメしないのかっていうのが大事になってくるので、リロード中は絶対に顔を出さない。回復中もそうですね。回復中も、基本的に顔を出さない。まあ、それは基本的なんですけどね。はい、以上が、打ち勝つ方法になります。他にもたくさん打ち勝つパターンっていうのはいろいろあるんですが、今回は紹介できる範囲を紹介させていただきました。ぜひ高評価、コメントをしていただければ、幸いです。ご視聴ありがとうございました。